皆さんこんこにちはです <laughs> はい前回の動画に引き続き同じ商店やらせていただいておりますもう私あの本当にいつも化粧してないと思うんですよあの見てわかると思うんですけどあのコンタクトだけなんですねであのそう涙袋もねすごい昔から私コンプレックスなんですけどで今日はあの久しぶりに 本当、う十年ぶりよぐらいの、まあそんな生きてないですけどね、あもう百億光年先ぐらいの、なんかもう適当にピンク性からやってきたとかって言ってるんですけど、あの、あのですね、そう、メイクをね、したいなと思って、で、この間、結構前、この間って言っても結構前よ、もう何、何ヶ月だ、結構前に、これ、あの、百均で、 カラーマスカラをめっちゃ大量買いしたんですで、ピンクだけ超大量に買ったんです本当にで、全色集めたんですけどピンクは本当毎日私ピンクだからもう本当に全部ピンクにしたんですけどあのー、カラーマスカラ本当何個買ったんだピンク結構買ったんですよね 6, 6個ぐらい 買ってでも1個目が <laughs> まだ全然なくならなくてすっごいコスパいいしコスパ良すぎるし持ち良すぎるしで全然使ってなくてでご紹介できてなかったのでこ回<で>カラー展開がオレンジ黄色と緑と青ですね。でピンクのこの5色の展開になってるんですけど今日使うのはピンクと,と青かな。 にしようかな青あ嘘ついたパープルもまたパープルあバイオレットかな嘘ついたバイオレットあったわいます今日は私ね目の調子あんまり良くないからあのシャドウとマスカラだけやりたいなと思いますてかむしろあと30分で私家出なきゃいけないのでマジで時短メイクしたいと思いますじゃあ今日これの2色にしようかな本当に時短で。 もう時間ないからとりあえずラズベリーピンクとオーシャンブルー,ー,ブルーを使っていきたいと思います本当にね時間今日なさすぎてやばいんだよねなんだけどちょっととりあえず外出るからもう可愛くね可愛くないけど <laughs> ちょっとしていかなきゃいけないかなと思って、うん、で、えー、と使うパレットはいつものビューティーあやだんっちゃった <laughs> あのビューティースファクトリーの,あのパレットですで、えー、と色は、えーとね、どうしようかな このオーシャン系、いつも使わないんだけどオーシャン系とか使って私のマットの好きな色のねここら辺のマットなピンク使っていきたいなと思いますでは薄い色から塗っていきますこの色塗っていきます薄いピンクをアイホール全体に塗っていきます半目になってるのはちょっと癖なので気にしないでくださいね、めっちゃいいですここのこの色使ってますけど 細かい部分を描くときはこういうブラシをちゃんと使ってください。であと本当に5分しか時間ないからマジでちょっと頑張ります。ですけどこの色だったらここら辺の色に近い色の茶色とか薄茶とかを混ぜてでこのアイホールの二重のくっきりした部分にこう入れてこうやって今日はこの下は夢皮なので下ピンクにしていきますこの色使っていきます。 下はグラデーションに入れていくので、と目尻から濃い感じでピンクを入れていきます。いいすけど下に薄くグラデーションを入れていきます。目尻、真ん中、目頭とえっと明るめのとピンクパープルを入れてます。涙袋を強調するのにもちょうどいいと思います。そしてちょっと濃いめのパープルをきつく目尻に入れていきます。 ここからは音声がうまく取れていなかったので取り直しますごめんなさいえっと私の眉毛はいつも染めてるんですけど、えっと、このカラーマスカラを使ってちょっと色を入れていってます、えっと、たまにグラデとかもやってるんですけど今回はピンクのみで使用してみました結構落ちにくいのでコートとか上から重ねるといいと思いますはいということでクレヨンたちみの青を、えっと、まつげに塗っていきます とてもつきのいいオーシャンブルーになっているのでちゃんと根元から先までよくなじませてみてくださいと眉毛コートとかまつげコートも持ってる方はあの上から重ねて使ってみてください多分落ちにくくなるしあとは長さをよく出せると思います結構グラデーション的にはうまく仕上がってるんですけどアップで見るとなんかちょっとボロボロな なんて言うんだろうな、ちょっと怪しい感じに見えるんですけど、でもグラデーションはすごくうまく仕上がってます。で、チークにかかるんですけれども、バセリンとか、あのクリームチークみたいにして、チークを、あの広角を上げて塗ってみてください。ちょっと濃いめに見えるんですけど、下に伸ばしていくので、そんなに濃くはならないです。 このホリカホリカのリップがすごく最近好きで最近っていうかもう前から使ってるんですけどこれは使っていきます。これがえっといつも私が気になっているのが輪郭なんですけど自分の,あのこの凹凸の部分がすごく気になるのでこの部分に茶色のこの茶色のシャドウを入れてますいつもはね。 時間あ,る時と,かはであとはまあ白のこういうのを使ってハイライトだったりとかして、まあ、ハイライトここにも T ゾーンって言ってこうやってまあ入れる方もこう入れるんですけど、まあ、私はもうほんにコスパメイクで超コスパみたいな感じのチープなメイクになっちゃったんですけどとりあえずまあグラデはできてますね多分できてると思うあの。とりあえずこれとこれを使ってます。 あのマスカラ自体はこのこのこれですね青を使っててであのグラデーにしてる感じわかるかなこのグラデ一眼で撮ればよかったかなとりあえずあのまああのなんていうの今,今日はねちょっとねお出かけメイクなのでこんな派手なメイクはなかなか普段しないんであのちょっと変な感じなんですけど